レミッションモード、今回は銀河英雄伝説のギャラクシー7ラッシュを36連させろということなので、夢の36連で今回やるまで中身続けます。一発ではできないと思うので、なんで、今回はですね、今7時半なんで11時半まで4時間ですね、ガンガン初当たりを引いて36連を目指したいと思います。それでは早速実践をご覧ください。どうぞ。はい、それでは早速打ちたいと思うんですが、まずですね、今回、設定後、設定後で打ちます。設定変更後、成立役によってスターマイルの獲得できる振り分けがありまして、中段下段リプレイ、右下がりリプレイ、そして三択ベルの取りこぼしを最初に引いた場合、1個もたまらないのが 6.25% で、1個から5個各ですね 18.75% で、まあ、1個から5個どれかがたまるとということなので、まあ、ベル入賞する前に、まあ、ベルこぼしもしくはリプレイを引いたら、まあ、1個から5個たまりやすいという感じになってます。で、今回スターマイル5個あった方がギャラクシー7ラッシュ入りやすいので、何回も設定打ち替えたいと思います。はい、なのでそれでは早速1打目いきます。準備完了。はい、おお、うまい。で、設定変更後いきなりチェリースイカ揃った場合はですね、100% 5個貯まります。素晴らしい。あ、ボーナスです。いきなりボーナス引きました。早っ。ですね、説明をいろいろしないといけないんですが、通常時説明する前にまずじゃあ先にボーナスの説明しましょう。いやー、びっくりした。それではボーナス説明したいと思います。1打目で中段チェリーでボーナスで、はい、ボーナス中はですね、カットインが入って7ドルイがしたら ART 確定、まあそんだけです。深く考えないでいいんですが、で、1回のボーナス中に7ドルイを何回もできれば、まあ特殊なことが起こると。 ART の特殊テーブルというものに行くんですが、それはまた改めて説明したいと思います。まあ、通常時当たった場合は最低まあ1回引いて ART に入れたい。はい、出ましたね、中段チェリーで、これでチェリーか7ぞろい1対1です。 50% ですね。それ、おお、そうだ、できすぎで、これで、ART 確定。はい、それでは早速いきなりボーナスで7ぞろいをしまして、ラッシュ待機状態になりました。で、ここからまず最初にベルこぼしをするまでレベル1と、はい、ベルこぼししましたね。これで通常 A から通常 B に、で、ここから通常 B の時に、右上がりリプレイを引いたら次の状態に行くと。で、ここから7を揃えられる状態になると。で、ここからもう7が揃えますんで、今中リール中段に7があるんで、これで7が揃うと。で、1回揃うたびに33ゲーム約 1% 前後で99ゲーム上乗せされるんですが、まあ大体33ゲームと。そして単発で終わることがないんで2発目、で、設定後なんで、まあちょっとテーブルがいろいろあるんですが、連チャンテーブル1、3、5が選ばれやすいと。
で、レンチャンテーブル5が選ばれてれば 39% で3連。とりあえずここが最初の壁というか、あ、これで終わるかな、もうセーフ。これで3連。で、次超えたらほぼ、まあ、7連まではいくと、4連から6連までが各もう 1% 未満なんで、選ばれることは少ないと、まあ、ここで終わることも多いんですが、超えたら7までいくと。あ、終わる、終わりました。はい、3連で斜めリプレイが揃って ART 開始と。本当に説明が難しい、ややこしい台です。銀河ラッシュ中は、モードが、ロー、ミドル、ハイ、そして確定の4種類のモードがありまして、まあ、中段チェリー、スイカ、右下がりリプレイ、右上がりリプレイでモード移行がありまして、まあ、中段チェリーが一番モードが上がりやすい。ローからミドルに 100% いくし、ハイに行った時は 25% で確定に上がると。で、ベル入賞時にモードダウン抽選をしてしまいますので、まあ、いかに地道にモードを上げて確定にいけるかが肝となります。はい、ART ゲーム数0ゲームになったので、ここから8ゲームか、12ゲームの、バトルになります。この間ですね、10分の1で7が揃えられるので、まあ、8ゲーム消化するまでに10分の1を引いて7揃いを引ければいいと。はい、これで負けましたね。そこまでか、残念だったな。で、通常に戻ると。普通、まあ、ホールだったらこのまま打ち続けるんですが、イエスローなんで、毎回設定変更してスターマイルいっぱいある状態から始めたいと思います。設定変更後、ベルを引いたらちょっと残念、チェリースイカ引いたら 100% 5個ストックするとリプレイ。はい、 18.75% で5個。うわ、1個だ。仮に5個溜まってた時も、実は最初1個だけで後から一気に溜まったりするんで、ちょっと演出見ながら、うん、実は2個あったと。けど2個だったらちょっと、ART 入れるのにまた時間かかっちゃうんで、設定変更したいと思います。さあ、設定変更後、はい、ベル。はい、ベルなんで、ほぼですね 68.75% で0個。これ2ゲーム目にチェリー、やめてください。うわー、もったいなかったな。通常時チェリーとかでいきなり、あ、飛んだ。え？入りました。中段チェリー一発で前兆に上がりました。早いということで、初当たり2回目です。それでは行きましょう。ここが一番楽しいポイントです。いきます。
次の7が確定している状態、まあ必ず2連以上なんで次はその揃うんですが、この状態の時にボーナスを引ければ特殊テーブルに上がります。なんですごい重要、そう簡単にはボーナスは引けないんで、まあレア役とかナビなしが出たら超熱いと思う。いきます。大体まあ3連いってほしいな。うわ、またはい、初当たり2回目は2連でした。あ、1角度、はい、ART 中中押しして、まあ、中段に揃ったもの、中段に停止したものですねに対応みたいな感じなんで、スイカが止まったらスイカ、こういうリプレイでもベルでもないときはチェリー、これ緑と同時当選のチェリーなんじゃないですか、違うのかですね。そう、はい、 ART 中のボーナス、次回 ART が確定していない状態なので、まあ、通常時とほぼ同じ7揃いしても次回が確定するだけと。まあ1回のボーナスで7揃いを2連、おお、確定です。これでまず一発、これ次回継続が確定、ほい、あ、とりあえず、1回ですね、1回揃いました。歴史がまた1ページ、これで次回 ART 継続が確定中と。楽しませてもらうとしようかな。でこれはもう継続確定なんで、ART と7揃いと、銀河英雄伝説いきます。うわー出たー、2連、この中に切った、おお、4つだ、4つ、じゃあこれでいきましょう。スターマイルの意味を説明したいと思います。上段リプレイが揃った時に AT 空戦アタックの抽選を行います。で今内部的に降格だったのかなと、降格の可能性があったので4つ溜まっている時に上段リプレイを引いたら降格時は 50% で AT になりますと。なんでその 50% を引けたのかなとなりましたね。でこの空戦アタックはですね、7揃いの確率が128分の1になる降格ゾーンでございます。色によって継続率がまた違うんですが、緑の時は 95.86% で、まあ、ベルのナビをしてくれると。でその抽選に漏れた時はベルをこぼしてしまって AT が終了してしまう。でその AT が終了する前に128分の1で成立する7揃いをいかに早く引けるかが大事です。じゃあこういう押し順ナビがないときは終わってしまう可能性がある。うわー終わった、はい、これでベルコボシ出たんで終了と。でマイルはまた0個からスタート、はい、これの繰り返しです。なので設定変更タイム、この中
ここ、あ、ここ溜まった。で、スターマイル5個溜まってる時、そして、内部的に降格だった場合、上段リプレイが揃うと 100% 空戦アタックに行きます。来ましたね。クリアミス発進します。さて、これで空戦アタック赤です。で、空戦アタック赤の時は、継続率 97.25%。 行きます。カットインが入ってくんないんだよな。行きます。来た、やっと来ました。よし、やりましたよ。設定変更9回目にして初当たり4回目、いきます。まずは2連は確定。あの、うわ早い、また2連だ。2連でした。おお、1角継続確定。さあ、初当たり5回目です。行きましょう。やっぱり3連でした。さあ、行きましょう。早い早い、行きます。頼む。3連、うわ来た、3連だよ。さあ行きましょう。まずは3連の壁を、ボーナス、とりあえずな、7揃いをして、まずは次回 ARP 継続確定を出したい。お、チェリー出た、2分の1で7が揃う。お、来た、まず1回ラストチャンス。いやー、一回だけか。インガの歴史がまた1ページ。はい。で、まだ残り49ゲームあるんで、できればもう一回ボーナス引いて7を揃えたい。おー、チェリー来た。わあ、来ました、ボーナス。クズみたいにお任せください。2回目の ART 中のボーナス。さあ、1回シングル、シングルじゃない、1回7揃ってるんで、出が日でもここはもう1回引きたい。ダメか。おお、頼む、2分の1、チェリーはやめてくれ。来た来た、特殊テーブル1、あと2回。うお、あー、ちゅ、ダメか、まだある。ラストカットにならずですが、再び7揃い
を聞けたので、次回の ART Galaxy 7 Rush は特殊テーブル1から始まります。今、効果を一点に集中。やりましたね、データ君。はい、テンパイを押しました。さあ、行きましょう。それでは、先ほど ART 中のボーナス2回引いて2回7ぞろいをしました。ということで、現在特殊テーブル1です。今1回揃ってるんで、2回目行きます。ここからガンガン行きましょう。2回目。3回目。まずはこの壁を越えなければいけない。 OK、 4連目。5連。おっ、ここでボーナスを引くとまた特殊テーブルに行くので、ボーナスでもよし。6連。7連目。さあ、ここの壁を越えればぐっと熱くなる。越えてくれ。うわ、7連か。7連でした。はい、時間が11時半を超えました。結果なんですが、初当たり回数10回で、最高連チャン回数が7回、特殊テーブル1で7連と、はい、すごかった。この企画はまた次回続けたいと思います。今回一旦終了という形で、また、近々2回目やりたいと思います。今回は、36連するまでこの企画を続けさせていただきます。で、36連したら、この台もパチコレさんから提供していただいているので、視聴者の方にプレゼントしたいと思いますので、ぜひその際はご応募ください。それでは一旦終了させていただきます。また次回お会いしましょう。お疲れ様でした。はい、バーサスコム銀河英雄伝説の続きでございます。今回ですね、ちょっと特別に、よっ、ここから始まります。ドーンと、はい、以前ですね、味噌カツがうちに来まして、遊び打ちしてたら、35連しました。寸止めです。で、今回ですね、この35連の ART、やりながら、ボーナス引いて、7揃いして、で、特殊に上げてギャラクシー7ラッシュやりたいと思いますので、早速打っていきたいと思いますので、ご覧ください。どうぞ。はい、それでは1155ゲームいきたいと思います。現在ですね、伝説ラッシュなんですが、これはこの ART の、1000ゲーム以上を消化している時点で天井を迎えるということなんで、状態は通常と同じなんですね、 ART 中なので。特殊テーブル一番上の特殊に上げるには、ボーナス中のですね、7ぞろいを、4回7ぞろい4回しなきゃいけないと。なんでボーナス引いて1回揃えたところで、まあ、別になんてことない、単に次回が確定するだけということなので、まあ、何より、まあ、早くボーナス引きたいと。1000ゲームあればね、ボーナスは引けると思うんだけど、7揃いができるかどうか。まあちょっと頑張って打っていきましょう。英雄ラッシュと伝説ラッシュありまして、その違いを説明するとですね、毎回7揃いをするたびに天井短縮をするんですが、その天井短縮をですね、12連以下、まあ、7揃い12連以下で天井短縮、次回 ART 確定がしたときはですね、英雄ラッシュと。で、7ぞろいが13連以上して
かつ天井を短縮した場合は伝説ラッシュという感じになっているので、今回伝説ラッシュなので、13連以上した時に、13連以降の時に短縮をしたという感じなので、中身的には別に何も変わらないです。はい、いきなり来ましたね、緑頭のボーナスが確定と。それでは、1回目のボーナスいきましょう。おー、いきなり一発、早い、まず一発です。これで、まず次回 ART 継続が確定。まあ今、ART 消化中に天井が行く、伝説中だったので、まあ状態は同じなんですが、まず1回、あと3回ですね、いきましょう。はい、とりあえず、まず1回目のボーナスで7トレ1回と幸先がいい。はい、残り ART ゲーム数1114ゲームと。いやー、すげえな、余裕だな。おい、95ゲームハマりまして2回目のボーナスです。いきます。いや、やっとだ、やっとだ。よし、もう7揃えよう。はい、カットイン0回。うわー、きつい。銀河の歴史がまた1ページ。残り ART ゲーム数38ゲームでございます。いやー、残り32ゲーム、もうこれで終わりのエースですよね。そうなんだけど、特別なエースですよ。あのね、僕の編集もね、ちょっと嫌だったんですよ。この辺はですね、何だろう、この銀へ打つ最高の演出というか、エンディングというか、出していいのかな、これ。もうね、全員の声とか出てるからね、声優さんもスタッフロールな感じです。若本さん、若本さんいいね。やべやべやべ、もっとスタッフロールだな、これ。本当にこの前だけは申し訳ないけども、それが面白いと思っちゃった。じゃあ、別に明日謝って、謝って。で、一応、ネットさんですね、コミケ出店しております。このスイカで当たってくれ。原作が好きな人にはたまらない名シーンなんですかね。少々を勝手に終わらせていきたいと思いますので、どうかね、よろしくお願いします。全然アップ出していきます。はい、私はおそらく一応その模様はこっちに取材します。結局ですね、1000ゲーム以上消化してボーナス2回、7ゾロ1回、結果ですね、ART、次回の ART はですね、通常のテーブルを見てるんですね。はい、
もう全然普通のテーブルです。皆さん申し訳ない、行きます。さあまず一発目行きましょう。いやそれはね、一発目は行きますよ。それはまあ2発目も行きますよ。ここまでは行きます。で通常テーブルなんでここで終わることも全然ある。おっ、レバーオンでナビなし、スイカ取りこぼし、そして7ハメリープレイ終了でございます。うわー、この映像ボツでいいっすか、ボツでいいっすか。